はい、こんにちは。増塚味噌4代目の和歌です。今日は熟成中のお味噌の味見の方法っていうのをちょっとご紹介していこうかなと思っております。じゃあそもそもなんで味見をした方がいいのかっていうところなんですけど、まずお味噌屋さんがね、出来上がる前に何回も味見をしてるかって言ったら多分そんなにやってないと思います、実際は。ただお味噌屋さんはね、熟成させる環境って安定して整ってたりとか、やっぱり経験とか仕込んでる回数が違うので、そこまで細かく味見しなくてもある程度予測がつくっていうのがあります。じゃあ手作り味噌、お家でね熟成させているお味噌で考えると、熟成させている環境ってバラバラですよね。例えば温度、湿度、クーラーつけた回数とかね、暖房つけた回数とかって多分お家ごとに全然違うし、去年と比べて今年どうなのかって多分あまり分かんないと思います。毎年ね同じ期間熟成させたからといって同じ味噌が仕上がるってわけでは実はないのです。なので皆さんにねやっていただきたいのは、そろそろ食べ頃かなと思ったら、まず最初に一度味見をぜひしてみてほしいなと思ってます。じゃあ味見のやり方を今からちょっと紹介していきます。はい、じゃあ味見の時に使う道具っていうのをちょっと紹介していきます。まずはお皿とスプーンですね。これ味噌を掘る時に使うっていうのと、お味噌を取り分けるようです。あとは茶碗、味見用の茶碗ですね。じゃあ最後にだし汁とか、お湯、これお味噌汁をねちょっと簡単にね作ってもらうためのだし汁とかお湯をご用意ください。だし汁はお味噌汁ね普段作った時にちょっと残しておいて、それを使うっていうような形でも全然大丈夫です。はい、では実際にじゃあちょっと味見用の味噌を取っていこうと思います。で、取り方なんですけど、まず最初は味噌の上に乗っているね重しを取って、その下にね多分ラップとかがあるので、そのラップも取っちゃいます。はい、ではここから実際に味噌を掘り出しながらちょっとポイントを説明していきます。じゃあまず味噌を掘り出す時なんですけど、注意点は1個だけで、味噌のねこういう風に表面を取って味見するのではなく、味噌のね表面ちょっと削って、ちょっと下の方からお味噌を取って味見用の味噌を取り出してください。で、取り出したと穴が開いてると思うんですけど、こちらはさっきのスプーンとかを使ってちょっとうまくね他のところから押さえつけながら穴を埋めてあげてください。はい、じゃあ早速味見していこうと思います。じゃあ味見なんですけど、さっき掘り出したお味噌を器に入れて、だしとかお湯をちょっとずつ注いでお味噌汁風にしていきます。量をね適量入れてください。注いだら溶かします。まだ大豆の粒とかあるとね溶けづらかったりすると思うんですけど、ここはしっかり溶いてください。じゃあ研いだら味見していきます。味見はまず最初ちょっと香りを嗅ぎましょう。香りもね熟成が進むと、お味噌独特の香りがしてきます。そういったのがするのがまず嗅ぎます。で、その後じゃあ実際に飲んで味見をしてきます。美味しい。味見って結構ね難しいかもしれないんですけど、飲んでみて、美味しいかどうなのかっていうのを見ていただくっていうのと、じゃあこの後手作り味噌で何ができるかって、熟成をさらに伸ばすか、今のタイミングを止めるかっていうところの、じゃあ熟成が進むとどういった違いが出てくるかっていうところをちょっとお話します。じゃあ熟成が出てくるとどんな変化が味的に味噌に出てくるかっていうと、例えばね塩味でいくと、いろんな味がね熟成とかの過程で出てくるので、お塩の量が変わらなくても、塩角が取れる。あとは、旨味が出てくる。味には関係ないですけど、見た目っていうところだと基本的に色は濃くなっていきます。あと香りっていう面では、熟成香、
熟成独特の香りが出てきたりとか、まあ、例えばね、まあ、一回味見してまた1週間後2週間後とかに味見をして味がどんな風に変化するかって見てみるのも面白いかなと思います。じゃあ最後にね、今日はちょっと味見のやり方とかを説明したんですけど、味見ぜひしてほしい方ってどういった方かっていうと、まずあんまり手作り味噌とかお家で味噌を仕込んだことがない方です。なぜかっていうと、お味噌って熟成期間によって味って変化してきます。で、どれぐらいが自分の好みなのかなとか、自分が好きな味ってどういうのなのかなっていうのを見つけるのって結構楽しみかなと思うので、ぜひお味噌を仕込むのが初めての方とか数回って方は味見してもらえたらいいかなと思います。じゃあベテランさんはどうかっていうと、仕込む時期とか原材料の配合とか、まあね、気温とか温度とか、まあいろんな影響で去年と同じ熟成期間でも味って変わったりします。なのでね、味見をしてみるっていうのは非常にいいことかなと思ってます。じゃあ素敵な手作り味噌ライフを送ってください。じゃあねー、バイバーイ。純豆、松塚味噌の純豆味噌。